はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、9月29日で、水曜日ですね。むちゃくちゃ儲かったでしょ。こんな一方的なトレンドはね、めったにないですから、しっかりと取っていかないといけないんですよね。全体のトレンドの中で、まず横ばいが7割、上げトレンドが、もしくは下げトレンドが残りの3割を占めてるんですよね。だからここで突っ込んでいかないと、もうね、巨大利益を取る瞬間っていうのはあんまりないんですよ。当然ですけども、追撃といってですね、一回ポジションを倍で組んだら、こっちの方に進むわけですよ。そしたら、追撃で新しいポジションをどんどん追加していって、まあ合計でね、5ポジション、6ポジション取っていって、全部で利益確定を一気にしていくっていうふうにするのが、まあ、私のやり方であり、利益を上げる人の、まあ、取引の方法なんですよね。まあですんでね、今日に至っては、もう多分行動の限界点を迎えてるんじゃないかなと思いますんで、その辺をお話していこうかと思います。それでは画面を切り替えます。こちらです。まずデイリーからなんですけども、以前の行動の限界点、ここです。トレンドが上昇から、ほら、ここから下落に向かったでしょ。で、こういうふうに横ばいに入りましたよってことをね、何度かしつこくお話したと思うんですけども、ここの行動の限界点と今いるところが同じなんですよ。で、今までの相場解説でもお話しましたけども、ここまでは上がるよねっていうお話しましたよね。で、この陽線が3本ぐらい連発した時に、どこまで行くかっていうのは、とりあえずの目安としては、ここですよってことをお話しました。で、他の投資家さんも同じです。他の勝ってる投資家さんですよ。勝ってる投資家さんはここを意識して、ポジションを離す傾向にあるんですよ。だから上髭を出して、こっから横ばいに入るんじゃないかなと思います。4時間を見てみます。横ばい。ね。どうでしょうか。こことちょっと似てるんですけども、横ばいに入りつつありますよね。で、今回 N を書いてさらに上に行くってことが考えにくいのは、利益確定をね、かなりここで始めるんですよ。で、私もそうですけども、まあ、いくつかのポジションをここで閉じてるわけなんですよ。で、まだ情報に上の方に伸びるようだったら、改めてエントリーしようかと思ってるんですよね。これが、このヒット&ウェイが、価値を確保する、本当にいつもの方法なんですよね。一方的なトレンドは生じてますけども、先ほどの日足を見るに、もう、ここが行動の限界点で考えることもできるんですよ。まあ、ですので、ここは深追いせず、勝ちすぎたら、冷静さを失いますんで、この辺で一旦、私の場合はね、様子を見ようと思います。はい、では1時間見てみます。はい。まあね、横ばいになってるとは言い難いんですけども、またさらに上昇するようでしたら、それを確かめてから入ればいいと思います。この辺で、冷静さと慎重が必要になってくるんですよ。押し目を作ってるところってのはこういうところにありますけども、こことかね。ここはちょっと違う事情だと思った方がいいです。なぜなら、繰り返しますけども、デイリーですよ。デイリーでですね、ここです。もう一回開けますよ。デイリーで、こことここが揃っちゃったからなんですよ。レジサポラインに当たってるから、だから慎重になるんですよ。わかりますかね。で、これが1時間ですけども、ここ、今、慎重にならなければならないラインですよね。下手すると、横ばいのままかもしれませんし、こっから、利益確定が進むと、下落に転じる可能性もあるんですよ。で、遅れて入った人、高値掴みした人、上昇トレンドがはっきりしたんで、やっとこさこの辺で入る人もいるんですよ。そうすると、値段が下がると、この人たちのロスカットっていうのが発生して、ロスカットを巻き込んで、道連れにしながら、一気に下がっていくってことになります。この辺でポジションを取った方もロスカットに合いますよ。この辺でポジションを取った方も。次々とロスカットを巻き込んで、下落に転じるんですよ。今までそういうところって結構見てきたじゃないですか。だから上昇トレンドがぐーっといったんだけども、その後でガクンガクンガクンって下がってね。結局同じ数字に戻っちゃったみたいなね。これがあり得るわけですよ。だからそれを警戒する意味で、今はポジションを全部もしくは半分。うん、私の場合は全部外しましたけどね。少なくとも半分外して利益確定できるところからした方がいいと思うんですよ。はい。この方式もいつものパターンですよね。うん。ぜひね、戦略の一つに組み入れておいてください。それでは本日は以上です。ちょっと様子を見る水曜日になると思います。